ぶんちゃんになってんだけど。あ、これやん、まじまさん撃たれたところやん、これ。ん？おい、ここはどこだ？なんでこんなところに。何？ふふふ。本日はまじま交通をご利用いただき誠にありがとうございます。乗り心地はいかがでしたでしょうか？乗り心地は悪くなかったか、どういうことか説明してもらおうか。そろそろお前が昔の力を全部取り戻す頃かと思ってな、ここで確かめてみようかと思ったんや。道島の竜と本気の殴り合いすんなら邪魔が入らん場所がいい。まあ、ここなら安心ちゅうわけや。喧嘩の理由は、俺とやるまでここから帰さんと言ったらどないする。ここから歩いてカモロ町に帰るのはしんどいで。それこそタクシーを呼べば済む話だ。携帯もあることだしな。いや、タクシーはこん。マジマ組がここら一帯を封鎖しとか。もう何やってんの、兄さん。パトカーやって来られへんと、あ、来られへんと思うで。そうだね。勝てば返してくれ。いいよるの。せやけど俺は一切手加減せんで。よし、やるか。本気のマジマさん？でも、ファッションが。ちょっとタクシー運転手っていうのがふざけとるがな。よし、まじまさんまだあれかな、これであの A ランククリアになるんだけど、まだなんかやってくんのかな。よいしょ。ボコボコ。お、回復してる回復してる。だいぶ持ってったぞ。やったあんたもそこが知れねえな。一体どんだけの技を隠してやがる。さすがやの、キリュウちゃん。この短期間でここまで強さ取り戻すとは。とにかく勝負は俺の勝ちだ。俺をカモロ町まで送っていってもらおうか。けどまだや、まだあかん。まだ完全やない。ほんまにあとちょっとなんや。お前が道島の竜の力を取り戻すのは。近いうちにほんまにほんまの殴り合いが楽しめる。俺もはよ全力を出し切れるようにならんとな。あ、はい。まだ兄さん出てくんのか。まじまイベントはやりたいよね、最後まで。まさかこれまでの俺との戦いを通じて兄さんも技を取り戻していっていたのか。決着の時は近い。それまでにやれることはやっておこう。ごっついの。ごっついの。あー、まだ。なるほど、 S のその先があるのね。はーい。はい、ではサブイベントね。今回はこの花屋のイベントからやっていきます。前回電話がかかってきたと思うんですけど。おう、ちょうどいい時に来たな。はいはい。堂島組がうろついてるって話ですよね。さっきここにおめえを訪ねてきた女がいたんだが。誰だ。死んだ堂島総平の女、堂島弥生だ。お、なんだと。おめえが殺した組長の妻だ。奥さん。これは何かあるなと突っぱね返したんだがな。おめえが来たらこれを渡せって頼まれてよ。堂島総平の。
背景、桐生一馬様。10年前のあの場所でお待ちしております。旦那さんは殺された場所？お話がございます。お一人でいらっしゃってください。警具、堂島弥生。ちょ、怖いな。そこは今じゃ堂島組の残党どもの巣窟だ。どう考えてもおめえの玉取ろうとした罠よ。キリュウ、行くんじゃねえぞ。極道の妻、行くんじゃねえぞ。いや、行きますけど。なんだこの間は。では移動しましょうかね。ちょっと、お前。東道ビル、あのビルにあの事務所で、弥生姉さんを待っていると手紙に書いていたの。花屋は罠だと言っていたが。ここですね。どこ入っていいの？あ、ちょ、怖いって。あの人が死んでもう10年になるね。弥生姉さん、ご無沙汰しています。私はね、あんたがいずれは堂島組を背負ってくれるもんだと信じてたんだよ。あ、お綺麗ですね、弥生姉さん。この落とし付けさせてもらうよ。え、おお、いたか。ぶち殺されわ、しばき倒したれや、玉取っとるわ。じゃあ行きましょう、行きましょう。弱いやんかい。飛んだ肩透かしだよ。堂島をやったのはお前なのかい？あんた誰かをかばってるね。誰なんだい？一体誰がやったんだい？その答え、俺に少しの間預からせてもらえないでしょうか。これから決着に行くからよ。俺が必ずけじめをつけてお答えに上がります。あんな旦那にもこんな綺麗な奥さんがいるなんてちょっと意外やな。はい、ということで終わりですね。極道の妻。おい、てめえ。ん？てめえヤクザだな。俺たちはお前らのようなクズからこの町を守るために結成したギャングバスターズだ。なんだそりゃ、 B 級映画の真似事か何かか。それに俺はヤクザじゃねえ。ヤクザじゃないだと、そんな嘘で俺たちを巻こうってのか。見苦しいんだよ。ああ、うるせえ。ギャングバスターズの力思い知らせてやる。観念しろや。ということで、サブストーリーですね。弱っ。 OK。 くそたか、いきなり襲ってきやがって。一体何なんだお前は。最初にも言っただろ、俺たちはギャングバスターズだ。この町にはびこるお前みたいなヤクザ連中を退治する集団だ。なんかまたブリーチジャパンみたいなの出てきたな。
もちろん他にもメンバー大勢いるからな。この仕返しはきっちりとさせてもらう。覚えてろよ。よくわからねえが、面倒な連中に目をつけられちまったようだ。あ、また来た、ギャングバスター。はいはい。ギャグバッターじゃねえよ。ぶちゃっていいだろ。覚えづれえ名前つけてんじゃねえ。ということで、またバトルですね、ギャングバスターズ。リーダー、そうだ、情報屋の青木ならあの妙な連中のことを何か知ってるかもしれない。暇な時、あいつに聞いてみるか。ということで、じゃあ、青木さんのところに行きまーす。久しぶりだな、青木さんな。ティリオさん、最近ギャングバスターズとかいう厄介な自警団に追われてるらしいですね。お前、あの連中のことなんか知らんねえか。こっちはいい加減迷惑してんだ。詳しいところまではつかめてないんですけど、どうやらそいつら、裏で何者かに依頼されて街でヤクザ狩りじみたことやってるみたいですよ。ほう。とにかくこれ以上絡んでこないようにするには、その裏にいる野郎っていうのを直接懲らしめる必要がありそうだな。なるほどね。あ、また来た、ギャングバターズリーダー。おい、てめえ止まれ。リーダー、おっさんやないかよ。部下たちがてめえに散々可愛がられたみてえだからよ、その仕返しに来たぜ。あ、お前があの迷惑な連中のリーダーか。俺たちを舐めたこと死んで後悔しろや。やってやんよ、ギャングバスターズ。ほらほら、ててオッケー。これ以上絡んでこないようにするには、青木の言っていた裏にいる元締め野郎を一度締めておく必要があるの。お一つだけ答えろ。お前ら裏で操っているやつがいたら、そいつは誰だ。いや、じゃねえと。登場会の人間です。はい。名前は確か浅野。うん、浅野知らねえな。それでそいつは今どこにいるんだ。今日はホテル街行くって言っていたので、ホテル街に行けば会えると思います。なるほどね。じゃあ次で一騎打ちだな。あ、何、リーダーの野郎がやられただと。ったくしっかりやるよ、お前ら。もう行け。こいつが浅野か。ん、あの男はギャングなんちゃらっていうグループのリーダーがいてて、浅野ってやろうか。申しかけてみます。だったらなんだよ。お前がよくわからねえ自警団を裏で操ってやるせいで、こっちは迷惑してんだ。今すぐやめさせろ。しゃばくれんじゃねえ。そこのリーダーがお前の名前を吐いたんだ。これじゃガタガタ抜かしてるとマジぶっ殺すぞ。はいはい、強いんだろうな。あ、結構避け上がるな。めっちゃ避けるやん。あ、さすが登場界の名は伊達じゃねえってか。オッケー、これで HP 高かったらどんな魔界してたの。それじゃあ今すぐあのチンピラどものグループを解散させろ。だからお前はヤクザなんだろう。なんで町のチンピラどもを捕まえてあんなことやってんだ。それは最近いろいろな組が増えてきてまして、それでそこの組員が減れば少しでもうちが動きやすくなるかなと思いまして。くだね、直接自分の手は汚さずにコソコソと卑怯な真似してんじゃねえ。そうやな。あ、ね、お金くれんの。おお、ありがとうございます。ということで終わりました、ギャングバスターズね。ね、飛んだ辛いおこしがいたもんだ。本当だよ。てかこれ経験値めっちゃあり余ってんだけど、どうすればいいんだ、どこに履けばいいんだろうこれ。はい、では続きやっていこうと思います。島の目無茶しやがる。はい、おじさん怖いよ。怖いよなぁ、ほんと。桃源郷も収益されてなぁ。このシバーラフトも収益されてるからな。
甲板から来る奴らを止めてくれ。風間さんと遥ちゃんは俺が責任を持って逃がす。 ありがとうございます。おお、やっとんねやっとんね。前回でね、キリオちゃんが捕まってた10年間の間に何があったかっていうのをね、親さんから教えてもらったんですけれども、でその矢先ですよ、島のゾミが襲ってきたと。やるか。島の組組行きましょう。ふんふん、わ、多いって数がよ。いてててて、ちょ、なんかやべえやつも、やばいの持ってるやついるんだが、ちょちょ、やめて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 、美味しくないよ私は。いけ、ほらー。あ、ちょ、なんか持つやつあるわ。ほふるほふる。していかないとな、多すぎる。ちょ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 、こいつやばい、こいつ。このピザカッターみたいなの持ってんの、こいつか。一番 HP 高い武田ってやつ。やばい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 。ちょちょ、待って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 、とんかつ弁当食え。キリュウちゃん、スタミナロイヤル、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね。いけ、ほら早く1対1やらせろ。1対1、いけ。お、倒した。お、よしよしよし、ようやく倒したわ。よし、なんか武器使えばよかったね、そういえば。武器ちょっと次、武器使っていくか。武器ってどうやって使うんだったっけ。違う、ラッシュ、壊し屋、まだいる。あ、まだいるわ、こっちにいたわ。いって、こいつめっちゃいたわ。あ、めっちゃでもないか。あとこいつだけ。はい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 、おお、倒した。おお、お前らドッカンドッカン投げ込
出た島の。ひめちゃん、おお。おやさんたち逃げられたかな、はるかも。火の海や。キリュウさん。ああ、よかった、ご無事。大丈夫、おじさん。はあ、ご無事でよかった。少しヒヤッとしたかな。ん？ああ、島のね。やっと会えたな、キリュウ。それと、風間。へへへへ、こそこそしやがって。しまぬ。寺田藩、あんた、錦山を裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま、脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。親父。おせえぞ、柏木。柏木さん。もうすぐクリスマスですしね、屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ぶらしたるわ。待って、ちょっと待って、やんのか島の。うわあ、もう一回かよ島の。強いんだよな。まあでも仲間いるからな、仲間がいるから大丈夫。ちょっと回復しないとな。回復回復。スタミナロイヤル、よし、行きましょう。アイテムってどうやって使うんだったっけ。おりゃあ、お、来た！いたたたた、ちょちょ、待って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 、おーおー、もう撃てないのかな。おー、撃てる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 、いてててて、いてててて。みんな島のボコボコやってる。ちょっと武器しまうか。オッケー。いやー、だいぶ武器強いな。え、 BGM あれか、ビーズか、更新ナバー。みんなでボコボコや。お、ないないないね。ちょ、危ないやないかい。おお、危ねえ。離せい。次の復活か。いけ、みんな、ボコボコだ。
ボコボコ。あとちょっとで勝てるぞ。何？おいでー、腰骨が。おー、経験値おいしい、ありがとうございます。解放めっちゃ使えるな、あれ。これまでだ、島野。これまでだ。お野菜なんか起きないよね、大丈夫？え、なに？あ、ちょっと待って。おぉ、はるか、おやすん、おやすん。あ、え、手榴弾？あ、風間さん、風間、おやすん、はるかは、え、無事だぜ。おやす、百億の話を。寺田さん、救急車。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。百億は神宮の金だ。やつは東条会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そしてユミはその計画に志願したんだ。ユミか。アレスに急げ、カズマ。おやさん、ユミが危ねえ。アレス、アレスにユミか。そうだ。それからこれは三代目の、あ、遺言帳。おやさんが持ってたんだ、セラさんの。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。うん、そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東条会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東条会の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親殺した子供のための施設。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の、本当の親父でした。うそー、島野もおやさんもここで、ここでバイバイなのか。まあね、あのゼロのエンドロールでね、まあ、みんな死ぬっていうのは知ってたんだけど、ここか。やっぱキリュウちゃんのね、ご両親の話とか全然出てこなかったか、なんだろう、なんかそのうちで出てくるのかなって思ったんだけど、ここで語られるわけですね、少しね。13章、戦いの果て。マジか。
いやそう、アレスにね、水木、まあ、ユミがいるということで、そこに迎えとの話なんですが、キヨちゃん、電話でよ。だってさ、無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前、これからどうするんだ。アレスに向かう。ユミがいるかもしれないんだ。何？そっか。まあ、今はあまり時間がない。話は後で聞こう。それよりもだ。先にスターダストに行ってくれ。スターダスト？なんだと。どういうことだ。まあ、いろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。カズキやユウヤに頼んで集めておいてもらったんだ。うん、必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。ありがとうございます。大砲処理できるかな。まあ、リペアキットもあるけど一応。はい。ということで、あ、ちょちょ、なんかまた電話、あ、メールか、メールが来てるんだけど。あれか、真島の兄さんの、あ、真島さん、芝浦の件聞いたで、キリオちゃん、シマノの親父を倒したようやな。けど安心しろや、別に俺はお前を恨んじゃおらん。親父の喧嘩は親父のもの。俺が敵討ちしたところで親父が負けた事実が覆るわけやない。せやから俺は俺でこれまでと変わらずお前をつけ狙う。お前もそのつもりでいろや、そんだけや。なるほどね。え、でもさ、私さ、セラさんの立ち位置がよくわかんないんだけど、あの神宮を助けるとか、まあ、神宮との約束のためにさ、あの神宮が殺した記者のあの死体を遺棄したじゃんね。でその後さ、神宮の100億円をおやすさんとユミと一緒に盗む、その経緯がよくわかんないね。敵になるってことやんな。あれ、その間のことって語られてたっけ、どうだったっけ。ちょ、ここで見てみる。なんか書かれてるかな。で、あのね、自分の遺言状をおやすさんに預けて、で亡くなったおやすさんはそれをキリュウちゃんに託したっていう感じですよね。組の金100億が盗まれたとして、その責任を問われる。まあ組の金じゃなくて神宮の金100億を取ってた、まあね、盗む計画に加担してたってことよね、セラさんはね。そうだよね。だってあのユミとハルカのことも殺そうとしてたもんなね。でそれがどうして風間の親さんとユミと一緒にね、神宮、まあでもなんか神宮を陥れるためって言ってたよな。心変わりしたのかなね、自分の娘と、まあ、席は入れてなかったけど、あの嫁さんをポイして、まあ、自分の知恵のためにっていうのに嫌気がさしたのかな。あれ、その辺語られてたっけ。ごめん、ちょっと語られてたんだったらちょっと私が忘れてるだけなんですけれども、まあ、スターダスト行くか。じゃあ今回ちょっとスターダスト行ったところで終わりにしようと思います。あれ、大砲めっちゃ強かった、ほんとね。雑魚蹴散らしたもんね、一瞬でね、ポイポイって。あれ気持ちいいわ。じゃあスターダスト行って、まあアレス行くのはまた次回にしようかな。キリュウさん、こっちです。あ、どうも。ああ、最後まで世話になっちまってすまないな。すまないな。そんなことはいいですから。何かと必要だと思って、これホスト仲間からの気持ちです。はい。あ、30万円 ありがとうございます。そうか。あ、桃源郷の会員証文が戻ってきた。最後の自由時間、これが最終決戦に向かう前の最後の自由時間となります。念のためこのタイミングでセーブデータを作成して保存しておくことをおすすめ。あ、出たな、この案内。ジャッジアイズ、ロストジャッジメントでも出ますよね。またカズキに話しかけると選択肢が表示されないので、いやまだだを選択するとハルカを連れて出かけるかどうか選択できます。はい。もう準備は整いましたか。いやまだだ。これなんかお買い物とか修理とかできるのかな。いやまだだ。お一人でお出かけになりますか。はるかちゃんの面倒。ああ、なるほどね。いや、一緒に連れてくよ。いや、やめておく。なるほどね。そうですか。そうですか。準備ができたら声をかけてください。はいはい。キリオさん、大事な戦い前に休んでいきますか。あ、昼まで休むとかもできるんだ。へえ。
よし、ということで、じゃあ今回はちょっと短いかもしれませんが、ここまでにしておこうと思います。はい、おやすさんがね、亡くなったのでっかいわ、マジでお疲れ様でした。